はい、いつもご利用誠にありがとうございます。はい、パンツですね。はい、コーデュロイのパンツになりますね。はい、ご依頼いただいております。はい、点々とね、はい、紫色の色素が付着しているかと思いますけれどもね。はい、まあ何らかのトラブルかと思いますが、このような状態ですね。これが、はい、一つ一つはまあちっちゃいんですけれどもね、お品全体にこのように、おそらくインクでしょうけれども、はい、付着でございます。はい、後ろ側ですね。はい、こちらちょっと大きめに付着してますね。はい、ちょうど太ももの裏あたりになります。はい、後ろの方がなんか多いですね、数が。はい、もう前も後ろもね、もうまんべんなく、ランダムについている状態を見ますと、まあ、おそらくお洗濯された際にね、このようになったんだとは思いますけれどもね。はい、まあそれでは状況を見てみますが、はい、パタゴニアの品になりますね。はい、素材の方ですが、はい、綿100になりますね。コットン100になってます。はい、お洗濯の指示表示は、まあ、ご家庭で洗っていただける感じですかね。そうですね、はい、ドライクリーニングは、まあ、表記がないんでね、まあ、基本的にはまあご家庭でお洗濯していただけるお品物になります。はい、それではちょっと進めてみますが、そうですね、結構本当にすごいな。この辺りでやってみましょう。まあちょっとまだ乾ききてないんでね、もしかしたらうっすら残ってるかもしれませんけど、まあそうですね、改善はできそうですね。はい、ちょっと大きなフックをやってみましょうか。そうですね。なるべく滲むとちょっと嫌なんでね。
か行けそうですね。画像では捉えられてないかもしれないですけど、うっすらと残ってますね、やはり。まあ、これでいけたかと思いますけれども、まあ思ったよりね、軽症な感じで良かったですけれどもね。はい、また残りも進めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、パタゴニアのねパンツでしたが、はい、染み抜き完了しております。はい、全体にね、インクのようなね色素の付着が見られたんですけれどもね。はい、そのすべてをね除去させていただきました。はい、こちら前の方になりますね。はい、どちらかというとね前よりのね後ろ側ですね。はい、後ろ側にねたくさん付着がありましたが、はい、このちょうどブランドロゴですね、このベルト通しの部分、はい、こちらも、付着しておりましたが、はい、綺麗になっております。はい、あとちょうど太ももの裏あたりでしたね。はい、このあたり動画で撮影させていただいたと思いますけれどもね、先ほど。はい、こちらも綺麗になっております。はい、そうですね、シミそのものはねそれほど強く定着はしていなかったんですけれどもね、なんせね数が多くてね、そうですね、もう本当にね細かなものまで含めるとねもう100箇所ぐらいやったんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあそのような感じでね、はい、まあなかなかね大変な作業ではありましたが、はい、まあ綺麗に除去させていただくことができてよかったと思います。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。